ハオ、ゆりこたいがです。今回はスペシャルゲストが来ましたんですけど、どうぞ。先生、カシアです。かわいいなんか、静かに静かなんか、こっちがバカーンってな感じして。アシアちゃん、ロシアの美人さん、ベッピンさんが私のチャンネルに来てもらって、同じYouTuber ですね。活動は YouTuber で、同じで7年前に日本に来たんですね。はい。おー、じゃあ一緒。だからちょっと不思議な感じで、2人とも日本語で喋ってます。日本語、逆に英語が使う？使わない？使う？喋れるけど、使わないよね。まあ、日本で使う機会はそんなにないよね。だって外国人同士も日本語だよね。今日はね、コスプレでやりたいと思います。で、今回なんでコスプレしたのは、まあ自分のチャンネルはコスプレはメインなんですけど、実は、アシアちゃんはね、コスプレしてたんでしょう。昔はね、ちょっとしてた、コスプレを。おー、はい、同じぐらいで。例えば、何のコスプレした？でも、オリジナル。オリジナルが多い。なんか自分で衣装作ってみたい。自分のオリジナルキャラクター。でも、例えば、今もなんかコスプレをやってみたいとか気持ちが。あ、なんか自分にすごい合うキャラクターとか、なんか本当にあんまり何でもなりきるコスプレやってすごいと思うけど、ありがとう。自分のそうそうそう自分でありがとう。例えば目の色とか髪の毛の色とか活かして、本当にすごいこれは自分みたいなキャラクターならやってみたいし、で今例えばやりたいキャラクター、今日聞いてたのはエヴァンゲリオンが好きですよね。そう、エヴァンゲリオン結構見てた。そうそう、アスカ持ってきたので、アスカちょっと着てもらおうかなって思ってます。変身、はい、変身、変身。ふむ、準備ができました。イエーイ。こっちは、はい、こんな感じで変身。何のキャラだ？しました。はい、エヴァンゲリオンのアスカです。おー、感じでやってますね。かわいい。すごい、自分がね、自分を見てすごい変な感じとか。え、そうなの？あ、慣れてないね。慣れてないね。でもかわいいと思います。私は、多分、本当オタクじゃない人がちょっと知らないキャラクターなんですけど。でしょうね。アニメだと、フェイトっていうの、昔からのアニメなんですけど、最近も新しいも出て、ネロちゃんというのキャラクターですね。で、これが FGO というのゲームの水着バージョンです。アシアちゃんってさ、アスカとか似てると思う？うん、性格はあまり似てないかもしれないけど、ですよね、ですよね。まあ、目の色とか髪の毛の色とか、まあ、似てるからそうですね、いいかなと思って。おお、でも結構性格ハードだから大変だと思う。でもね、可愛いね。なんかカラコンとかいらないね。うん、そう、いらない。でもいいな。ウィッグもまあなくてもいいかなって思ってたけど、でも前髪ないから私今。ああ、そうだね。こっちの方がオレンジっぽいってな感じ。そうそうそう。ほうほう。でもなんかウィッグがかゆい。だよね。ウィッグかゆいでしょ。コスプレ人大変。大変だよ。すっげえ大変だよ。と違って言うと、アスカはね、ちょっと性格悪いじゃん。うん。私もしかしたら本当の性格動画に出してないけど、実際はちょっと正直、いやでも正直気が強い。ああ、そうですね、確かに、うん、それはもすごく気が強いですね。そうそうそう、気が強いところは一緒かなって思って。おー、エヴァンゲリオンはまあ見たことあるですね。うん、全部見た。私結構好きでね、結構見たアニメの最初の一つかな。うん、うん、結構全部見たし、お話がなんかもう本当に変な話でよくわからないけど、まあでも面白い。放送された？あ、そう、ロシアで。ああ、やっぱりエヴァンゲリオンはね、もう完全に、うん、有名、世界中有名。そう、うん、知ってる歌、あの歌。うん、残酷な天使のように少年の神話になれ。タッ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 タ。知ってます。好きなアニメは、まあいろいろ見てた。ロシアで本当にいっぱいいっぱいいっぱい見てて、結構ね、知ってる、日本語でわからない、フルメタルパニック。ああ、フルメタルパニック、パニック、フモップ。私はね、フモップが一番好きだった。確かに、そう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 。ね、可愛かったね。なんだっけ、千鳥、千鳥ちゃん、千鳥ちゃんとか。一番、でも面白い、可愛い。あのアニメすごい面白い。なんかクオリティも高いなって。そうだね。ストーリーも面白い。面白い、めっちゃ面白かった。可愛かったし。え、他のは？他はまあ
アズマンガだよ。アズマンガ、あー、私もそれが結構好きだったね。すごい面白くて。アズマンガだよ好きだったし、日常は、アズマンガだよの次は日常という、違う作品なんですけど、うん、やっぱりアズマンガだよ好きな人は多分日常も好きだし、まあ、ちょっと関係ないんだけど、ユーチューバーとか、ラッキースターも。あ、ラッキースター見てた、ね、ラッキースターね、コスメもしてたし。わかんない。やっぱりもうアニメ化から、なんか日本語の言葉も。そう、アニメからもやっぱり覚えるし、いろいろ、なんか最初はアニメを字幕なしで見たいから、日本語を覚えたいって結構思ってて。あー、私もね、結構あった、それ。ロシア語に訳されてないアニメもいっぱいあったから、そうですね。そうね。英語で見たりとか、でも英語もよくわからない。わかんない。私はね、一番最初の15年前ぐらいのアニメは放送されてないのものが、本当オリジナル、DVD で日本語で見てたんだけど、何が言ってる全くわからなくて、とりあえず見たい、みたい。とりあえず見よう、そう。みたいなね。で、あとは、昔で言うと犬夜叉結構好きだったね。あ、私も、うん、大好きだったね。漫画も読んでた。高橋さんの作品、矢沢愛さんの作品が一番好きかな。私逆にナナ見たことなくて、なんかその時昔ね見ようとしたけど、多分その私が子供だったから大人っぽすぎて、あ、そう、大人、その主人公に似てたから好きだったんだけど、何話してるのか全然わからなかった。うん、ちょっと大人の話っていうか。そうだね。逆にアニメって見るとまあリアルじゃないことが、リアルじゃない方が面白いかもね。そうです。いや、それそんだけど、そうでもない。なんか両方。例えば、なんか、ちと半端が一番嫌だ。ちと半端が本当一番嫌です。あとね、好きなアニメ知ってるかな、夏目友人帳っていう。知らない。え、意外だね。多分。夏目友人帳っていうの、にゃんこ先生っていうキャラクターですよ。猫のキャラクターが面白いし。なんだろう、日本のなんか神社とか、なんか田舎みたいな森とか。あのね、分かってたんだけど好きじゃなかった気がする。好きじゃなかった。ほんと、うん、あんまりね。ニキマとか知ってる？ニキマ名前知ってる、聞いたことあるでしょ。名前知ってるけど、なんかそういう系が好きだし、結構男の子っぽいかもしれない私。っていうか、好きななんか男性キャラクターとかタイプキャラクター、男性だったらいる？なんかアニメで今そんなにパッと出てこないっていうか、あんまり、ね、多分ね、イタリアと似てるんだけど、なんか日本人と違ってタイプがないですね。別に同じではない。あ、結構変わる。そういうタイプか。タイプってやんないかなって。そう、必ずこのタイプが好きとかじゃない、ね、そう、で逆になんで好きなのは私似てるかもしれない。性格悪い。そう。なんかそんなに、これっていうのを思い出せないかもね。うん、まあ絶対信じじゃないと思うけど。そこまで。信じくん。あ、信じくん、エヴァンゲリオンの？そう。うん。ちょっとこれ外していい？いいよ。結構辛い。もう諦めた。諦め、はいや。はいや。コスプレは自分の地毛でできるコスプレじゃないと。まあ、でも、合ってるんじゃない？これで合ってる。前髪があればね、全然これでも。前髪、あ、ここら辺にある。コスプレだからね、なんか。いや、すごい。はい、もう。おい。なんか、だんだんにウィッグとか物がパンパンパンが落ちたりとかしてるから、まあ、これで終わりにしたいと思いますが、それの前に、アシャちゃんのチャンネルも、はい、動画を出してるし、いろんなことも面白いこと、いろいろ話してるから、それはぜひ、必ずチェックしてください。はい、いろいろね、本当に文化の違いとか多い気がするんですね。あ、日本と海外の文化の違いとか比べたり、ね、まあ、それこそなんか美味しいもの食べたりとか、どっか面白いところに出かけたりとか、いいね、そう、最近だとね、キツネ村とか、お、いいな、行ってみたとかね、そういう旅行の、はい、動画もあるから、もう完全にべっぴんさんが撮ってるからぜひ見てください。見てください。よし、じゃあこれでゆりことアジアでした。新しいみたい。チャオ、バイバイ。